市販の検査キットを買ったんですでまあ抗原検査か抗体検査だったんですけど抗原検査よりも抗体検査の方が比較的確率が高いっていうような書き方がされてたので抗体検査の方を買ったんですよ。で、えーまあ、症状が出だしてから、えー、5日目と2週間後に2回やってどちらも白だったんですね。た、まあ、ただだ5日日目ににやっって白だった次の日に 消費,消費者庁があのそのキットを販売している6社に注意したっていうニュ <laughs> ースが出て <laughs> もうほんと勘弁してくれって思ったんですけど、まあ、でもとりあえず何かあの信用できるものと思って2週間後にもやったんですけど、まあ、ただやっぱりあの中国製だっていう偏見はいけないと思うんですけど <laughs> <laughs> まあただあの3つ買ってまともに本当にまともにパーフェクトに使えたのは1個だけだったんですよ。 あとはもうあの一つは、えー、検査の試薬みたいなのが空っぽだったりとかあともうあの検査するための,あのプレートみたいなのが全く機能しなかったりとかであ、まあ、なんとか2回はできたんですけれどもまあ本当あの製品としてもちょっと粗悪だったので。<laughs> 大丈夫なのかなっていうか、先生に聞くのもちょっと申し訳ないと思うんですけど、いやいや、むっちゃ大事な質問だと思います。信用していいんでしょうかこれはね、むちゃくちゃやっぱ大事な、普通の人が受けようと思うと、今、こう市販のキットもそうですし、皮肥、はい、で検査するっていうのは、さっきお話しさせてもらったんですけど、それもあるんですよ、方法がね。でただしですね、あのー これはやっぱりポットでのこう素人たちなんですよ。今やってる PCR 検査、それからあの抗原検査っていうんですけれども、それはあのウイルスがね、コロナウイルスに特異的なタンパク質があって、それを検出する検査なんですけれども、これについても、ちゃんとその、あの、合ってるかのですね、厳しい臨床試験をくぐり抜けたエリートたちなんですよ。だから、そこであの医療機関に行って、それを受けられる検査っていうのは、 本当にあの、より正確な人たちです。だからあの、残念ながらその市販で手に入るやつをしたとしても、他の人に言えないですよね。あの、自己安心のためだけになっちゃいますので、やっぱり皆さんある程度、かなりやっぱ立場がある方だと思いますから、それで言うにしては、やっぱりその公的な医療機関で受けるっていうのがいいと思います。で、 あのー、今はそのコロナウイルスっていうのは指定、感染症指定されてますから、やばいウイルスですから、これに関する検査っていうのは公費なんですよ。だから国がしっかりお金を出しますよっていう検査。でお金どうこうじゃなくて、やっぱそれが国がちゃんとこの責任持ってやりますっていう検査ですから、それをしっかり区切り抜けることが大事かなと思います。で、あの、今おっしゃってたようにですね、あの、えー、僕は京都にいるんですけれども、開業遺産でね、 あのインンフルエンザの検査はしてててねって言われてますで、あのコロナの検査ができるかどうかっていうのは、医療機関の体制とかにもよります。今、京都やったら、あのやってる方が少数派なんですが、これからどん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 ,どんあの増えていくとは思います。だからあの、えーっと、ちょっとまああの失礼な言い方になりますが、そこで一っインフルエンザの検査が陰性やった後のどうしたらいいかっていうのは、やっぱり医者がほんまは指示をしてあげる。 ことが必要だったと思いますね。当然、やっぱり PCR 検査、それ必要な方やと思いますし、うん、あの、それちょっと、あの、ね、寂しいところではありますね。<laughs> ねうん、どうしたらいいですかっていうのをしっかり確認して、えー、っていうところですね、やってる。<laughs> 僕はそれは振ってます。で、京都の場合は、あの、えっ、ー、と、僕もやってない時に関してはですね、 あの医師会が探してくれるような体制ができてました。あの医療機関も基本ね、やっぱり自分の持ってる患者さんは大体やっぱみんなやってあげたいんですよね。それやっぱり、ただ一元さんですね、初めましての人っていうのはやっぱりかなりリスクがあるんですよ。当然その医療機関でやるってなったら当然看護師さんとか事務とかもですね、 他の患者さんとかにもやっぱり移してしまうことがありますから、これはやっぱ受けたくないっていうのが正直な本音です。だから、他から受けてくれるところっていうのは少数ですが、ただしやっぱあります。今後も増えてくると思いますから、今後はその開業医レベルでやっていくってことはすごく多くなっているんじゃないかなと思いますね。うんうん、だから、大事なことはやっぱかっかりつけのお医者さんを持っていくってことですね。うん、とりあえず困ったら先生に頼みますよっていう人を普段からやっぱ作っといて、 えー、していこと、やっぱり、それにしてはやっぱり、親身に動くのでね、<laughs> 基本ね、はい、それはすごく大事なことじゃないかなと思うんです。やっぱり若い人ね、だ基本持ってないからね、うん、それがやっぱ宙ぶらりになってしまうんですよね、うんうん、うん、思いますね。はい、ということなんで、あの、で、しっかり、そのお医者さんに、じゃあどうしたらいいですかっていうことを聞いて、できるだけ公的な検査を受けている、受けられるようにするというのがいいかなとは思います。 はい、必ず方法がありますんでこれパラの選手って、あのー、<laughs> オリの選手と比べて、何らかの疾患を持ってるケースって多いですよね。ああの確かにそういう競技種目もあるんですよ、例えばボッチャとかは、そもそもの障害が重度なので、まあ、確かに呼吸器系にハンデのある選手っていうのもいるんですけど。 まあ陸上の場合はものすごく多いわけではないんですけどね、まあ、ただ、あのーまあ、免疫が下がる、まあ、治療によって免疫が下がるような病気を持ってる選手は、ちょっと大騒ぎはしてたりしましたけど、あとやっぱり、あのー、そのそ市販のキット、まあ、ちょっとすみません、渡辺さんの質問から感じちゃうんですけど、市販のキット、使てるでっていうふうに勧めてきた人がいたから買ったんですよね。だからなんかこうあああるる程度あるまあ なんだろうその正確な、ね、数は全くわからないですけど、かなりの一定数、そういうふうに市販の検査を信用して、まあ、普通に生活してる人いるんだろうなっていうふうに想像はしてるんですけどね。うん、<laughs> じゃあ、やっぱりきちんとしたしかるべき期間で PCR 検査っていうのが基本ですね,ですねであ,と,あの、えー、と、さっきもうちょっとお話ししたんですけどあの、PCR 検査と抗原検査っていうのがあります。はい これがであの PCR 検査の方がより正確と言われておりますが、はい、時間がかかるっていうのがあります、うん、で今基本次の日の夕方にはき体が出るんですけど今ちょっと遅れてきて2日とかになってますであの抗原検査っていうのがあってこれはあの、えー、鼻に入れて あの、言う、れいの時、されたと思うんですけど、キッドにこう入れて、抽出して、はい、こう、妊娠検査薬みたいなやつで出てくるってやつなんですけども、これも、あの、かなり正確になってきてるって言われてまして、あの、これ早い、だいたい15分から30分って言われてるんですけど、早い人ほんま10秒ぐらいで出ることがあるんですよ。で、一応、これもかなり良くなってきたので、発症後2日から9日の間であれば、その検査を持って、 あの確定しててていいよってなっなますだから結構その医者ができる動きも増えてるんですよね、うん。だから検査体制っていうのもすごく整ってきてるかなとは思いまな、ね、るほど、まあ、あの私あの某千葉県に住んでるんですけれども、まあ、やっぱり緊急事態宣言が出てますけれども、まあ、ちょっとやっぱりなんかねこう医療の面は本当に心配だなと思っております。 渡辺さんあの、パラの選手たちで、例えば合宿するときとかはあの、チーム競技はあの独自に PCR 検査を毎回やったりしてますね。はいまあ、ちょっと陸上競技はそこまでいけてはいないですけど、うんはい、基本,基本あの、緊急事態宣言が出たら合宿とか中止っていう判断でやってますね。うん、ありがとうございます、先生。に<し>に参考になりました <laughs> Ha ha ha.